大洗丸は日本円海フェリーが運行していたフェリー。札幌丸に代わって大洗港苫小牧高校路2987年に就航。左舷に寄せられた煙突が特徴的な外観となっている。本線より白地に胴体中段と線路下部に濃紺の線と胴体の中央から線尾にかけ水色の線が入りファンネルを斜機に準じたオレンジ地に左上に 白色の N と中断に白色で縁取られた青い波線の入ったカラーリングに変更。当線の就航に伴い札幌丸は東京港と苫小牧港航路に転配された。1990年にはブルーハイウェイラインへの社名変更に伴うサンフラワーブランドへの統一によりサンフラワー大洗いに船名を変更。主に午前出航のアサビに使用。 1998年には、サンフラワーつくば就航に伴い大阪港、渋志港航路に転廃され、1999年4月まで、同航路で運航。2001年に、苫小牧大洗航路の商船三井フェリー以下に、伴い同社に、継承。2002年6月の苫小牧大洗航路の、東日本フェリーとの共同運航開始による、バルナ、ヘステや転廃に伴い、 純道慶戦、サンフラワー、エリモと共に引退。その後は、長崎市の林マリンカンパニーに売却され、フェリーコスモさんに改名され、長崎湾に慶戦。2004年には、シャトルハイウェイライン、シャトル、大分として、横須賀港大分航校路に就航したが2007年に、運航停止。2007年から2009年には、ギリシャアブルシッピング、シャトル、 2010年から2013年には、マルタネルラインズ、コロッサスとして運行され、2013年にインドムンバイにて解体された。ありがとうございます。